えー、これからですね、このゴールデンウィークは、ですね、北信越地方の方で、凱、え、旋、ー、をやるということで、えー、ちょっとお手伝いに行ってきたりしたいなと、えー、そ,のその後から、ですね、また渋谷、またこの東京、あと多摩の方にですね、統一教会が広大な土地を買ったとか、そういうこととかも、ですね、もう少し調べながらやっていかなければならないと。 いう,ふうに思っておりますだから皆様といろいろ議論をしていきながら、ですねまた新たな情報とか、そういうものを私の方で得た時には、ですね皆さんに一緒に勉強するコーナーとか、やっていくということですね、障害者問題も本当に大事ですよね、本当に大事です、本当にね、やりたいことばっかりですよね、やらなきゃいけないことばっかりなんですね、そうですね、多摩市でね、しかもその横がね国士舘大学とかあのなんかの高校の目の前らしいですよね。 だからもう、もうはっきりと、ね、こういう被害が出るということが予測されることが平気で国の中で行われているということですね、あのこういうものと戦いも必要だと思います、だから本当ね、皆さんともこれからは、ね、前向きなこと、前向きっていうのは暗い話も前向きなんですけど、要するに何かに貢献をしていく、何かを作っていくということをね、えー、皆さんと一緒にやっていきたいなと、強く感じております。